今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ。今回はお茶の山田氏屋さんに伺いました。こんにちは。こんにちは。はい、今日は本当にいい香りがもう錦市場中に漂っているなと思ったら、なんとこれはおばん茶を、はい、今行ってるところですね。行ってらっしゃる。はい、はい、だいたい午前中でしょうか。もう見計らってね。見計らって、はい、あ、お茶がだいぶ売れたなとか。そうです、そうです。なくなったらいるという形で。あ、そうなんですか。だいたい毎日いりますんで、ね、そうですか、はい、お作業としては今こう本当に煙がちょっと見えてるんですけれども、どういうこう順番というか手順になるんでしょうか。うん、まあ一応材料を入れて、材料お茶を入れて、あの機械を埋めながらですね、はい、温めながら。まだこれは機械を もうちょっと今上げてるところですね。あ、そうなんですか。そうすると今この出た、はい、落ちてきたお茶をまたもう一度入れられたのは、これから温度が上がりきってないんで、はい、はい、あ、そうですか。最初はちょっと入れたりします。そうですか。これの機械の温度が上がりきってたら1回で済むっていうことですか。もう連続で入り出したら1回で済む。あ、そうですか、はい、これは言ったら朝市場の試し入りみたいなもので、試し入りというか、まあ、揚げていく過程なんで、はい、まあ、当たり前の手順ということですね。そうです、ね、そうですか。なんか幸せですね。こういう香りの中で仕事ができるって。めっちゃ暑いです。本当ですよね。もうすぐ9月なんですけれども、はい、どうでしょうか。もう新茶のシーズンというのはもうどの昔に終わったんですが、5月6月で新茶のシーズンもあるんで、そうですね、はい、今はもう夏場は番茶とかを冷やして飲むとか、そういう人が多いんでね。そうですね、まあ、暑い時に番茶いらんなのです。あ、はい、これはなかなか私たちは美味しくいただくというそういう立場なんですけど、はい、ありがとうございます。はい、はい、そしてこう秋に向かうと、何か秋にもそういう新茶のシーズンというのがあるそうですね。茶道とかやられる方はご存知だと思うんですけど、はい、まあ、口切りですね。抹茶の、まあ、言えば今年産のが出始める。ああ、そうですか、はい、もう壺で、寝かしていって熟成させたものを。そうですね、取れる時期は5月6月ぐらいですけど、その葉っぱを、まあ、壺に入れて口を蓋して、まあ、寝かすと。そうですか、はい、それを熟成、まあ、熟成っていうかね、させたものを、はい、今度も出してきて、もう一度、季節の移り変わりですね。粉にするということです。